んだっけあれ、ドワーフでしたっけ、なんだっけあれ、最近増えてきた、あのめっちゃいっぱいいてさ、気持ち悪いやつ。夏場だからゴキブリでしょ、うん、違う、あ、違う、なんかよくぶつかってくるやつ。ぶつかってくる、あの全然面白くないやつ。あ、面白くない、うん、どういうこと。一発屋の芸人とか。いや違う、エンタに。ああ、黒髪マッシュ。あ、黒髪マッシュ、確かにいっぱいでキモいか、うん、前見えてないしぶつかってくるから。うん、黒マッシュだらけが踊ってみた。気持ち悪い、踊んなくていいよ。今すぐ踊らないでくれ。性欲強そう。なんか動き回ったらテストステロンが舞うから、ちょっとあんま動かんでくれ。めっちゃ変わってくる画面越しに。男性ホルモンが。性欲臭いね。こいつなんかめっちゃ激しく踊ってるけど、前髪だけめっちゃ気にしそうやな。全く前髪動いてないなかったよ俺。すごいな。ここ隠すよ俺。絶対こうして。なんなん、こうだったりこうだったりさ、多分こいつ iPhone の Face ID もこれで登録してんじゃない。なんかスマホ開くためにこれしたりこうしたりしてんじゃないの。お母さんの車じゃん。なんかもう国道走ってるお母さんの車じゃん。今からジャスコとか行く途中の車の後部座席で撮ってんだろうな、うん、自分の息子がさ、うん、後部座席で TikTok 撮ったら俺やば、迷いなくアクセル踏み込むけどな。ブーンバーン。心中する、心中するわ。気持ち悪いもんな。うわ、輪っか中間って嘘だろマジで。俺そうか、中3で TikTok とか撮んの。俺ギリコロコロコミック読んでたよ。コロコロコミック中3ギリ読むよね。読むよな、ギリ読むよな。今絶対こいつ読んでないだろ。読んでないんでしょ、コロコロコミック。俺ら普通にプレス3のメッセージのでめっちゃ冒険吐きまくってたぞ。俺はそのね、雑談タヌキ、雑談タヌキ。うわやめて、キモテのキモ、こいつ真ん中のやつみたいな。うわ、なんかもう仕草全部キモいな。燃え袖で男がやんな、気持ち悪い。上からパーカー羽織んな。なんかこういうなよなよしたやつがさ、うん、音楽かかってこう急に動き出すとさ、ゴキブリが羽広げた瞬間みたいな鳥肌の立ち方するよな。やばい、やめてマッシュの下、だいたいこんな顔。知らねえよ。人間を作った神様もさ、うん、まさか目にかかった頭髪を上げるだけで異性を誘惑する要素の一つになるとは多分思わんかっただろうな。鹿とかだったら角が長いとかあるけど。あるけどさ、切りすぎちゃった。黙っとけ、どうでもいい。お前が切りすぎたとか、抗がん剤治療で戦ってる人の前でこれ言えんのか。なあ、ね、ふざけやがって。俺のばあちゃんガンで死んだんだけどさ、うん、俺のばあちゃん多分天国で泣いてるよこれ見て。泣くよな、うん、ずっと帽子かぶってたもん、気にしすぎて。見てらんなかったのに俺、何が切りすぎただよ、ね、絶対お前のばあちゃん TikTok 撮る余裕なかったんでしょ、うん、そりゃそうだろうな。マッシュやめた方が良きかな。いやもうこいついいって、こんなしょうもないことで TikTok 撮るのやめた方が良きだ。キモー、もう今、そんないちいちこんな。黒髪マッシュはクズが多いらしいからみんな気をつけて。だからマッシュってさ、うん、クズとかさ、うん、インターネットでもよく言われる女殴りそうとかさ、なんかそれすらもうちょっとまんざらでもないというかさ、うん、なんか俺クズだからみたいなのをかっこいいと思ってそうなのがキモいよな。ネットで見たんだけどさ、うん、まあ多分マッシュの多分元祖ってビートルズとかじゃん、うん、ビートルズって4人とも全員不倫で離婚してるらしいよ。昔からそうなの。韓国ヘア知らんわ、キモい。徴兵行け、徴兵行け。なんか徴兵行って、うん、南北戦争始まって、あ、始まっちゃって、なんか爆風とかで前髪崩れるの気にしてそう。ピョンピョンポンプン、伏せろー、伏せろー。好きやなみんなこの曲。いやー、てか、なんでこう iPhone とかで隠しとんの。確かにね。スティーブ・ジョブズ泣いてるぞ。マッシュに絶対してほしい。え、何？軍服？
軍服かな。いやいやいや、軍服やろがい。マッシュといえばね、韓国なんだから。ん？え？何こいつ、なんてことを言うんだよ。ひどい、そんな髪型だけで人差別すんないもんね。人くくりにしてブサイクとか。ひどいよな。かっこいい人もいるじゃんね。いるよね。なんでそんなひどいこと言うの。髪型だけでね。0517。そういうことだな。だ都会っ子すぎない。都会っ子やな。17で髪染めてんの。ぶっ飛びカードで石川とかに飛ばされてほしいわ。石川ぶっ飛びカードで急に。急にど田舎ボンって飛んで、うんこで閉じ込めんの。そう、うんこで閉じ込める。打ち上がりたいとき聞く人って思って。おい？すごい。いや、こうお前みたいなやつが一番嫌いだぞ。多分今名前挙げてる全員お前みたいなやつ嫌いだぞ。一番嫌いだぞ。ね。多分これ間違ってもリーキの曲とか TikTok で使う方がええね。切れるからな。切れるよね。こんなに。どういう風に切れるの？必ず殺すからなって言われる、多分。使いやがって TikTok。深いな。クソ出せ。必ず殺すからなって言った。怖もう。心霊映像の類じゃない。お母さんがコンビニとかじゃない。お母さんが買ってくるの待ってる車内。待ってる時ね。なんなら思春期だからさ、ちょっと車降りてついていかない時期だから、ちょっと車で待ってる間にこう撮ったんかな。うん。普通のマッシュと韓国マッシュの乾かし方の違い。乾かし方。普通のマッシュ、どっちかにぐるぐる回す。真ん中から干してるか。シースルーみたいな。同じだろ。同じすぎるって、うん、なんか毒キノコとかもさ、こう辞典開いたらあったじゃん、うん、左の画像が毒キノコで右の画像が正常な食べれるやつです。似てるやつね。似てるやつあったけどさ、うん、このキノコ一番見分けづらいだろ。どんな博士でもこれはわからんって言いそう。プロでも見分けつかん。プロでもマジで違いわかんない。びっくりした。ネタフリっちゅうのはな、びっくり、ドギモ抜かれたの。自分が出てきたんだけど。やめてよ。こう、YouTube だからさ、遠距離射撃だから安心してやってんのにさ、ちょっとここまで転載されたら、刺されるかもしんないんだよ。こっち。刺される覚悟でやってんだよ。住所公開してるんだから。そうだよ。やめてよ、こういうことをうかつにすんの。前髪の付け方聞かれたから知ってって言ってます。誰が聞いたんだよ、お前。なんでこいつに聞いたんだよ。もっと聞く人いただろ。一束掴んだらくるくるねじる。アイロンで自分で喋れ。冷めたら溶かす。仕上げにアイロンをかける。知らねえ。これびっくりした。え、どういうこと。ああ、もうびっくりしてる。え、こんなの、こんなの。まあ夏だしな。夏だしな。夏だし、こういう季節です。うん、聞いてるやつの偏見を聞かせて。ちなみに俺のイメージは、うん、聞いてそう。黒マスク食べれたい炎上覚悟。あ、これで炎上覚悟なの。こんなんで、こんなので俺ら死を覚悟してやってるんだけど。炎上どころか死を覚悟でやってるよね、うん、これだけで炎上覚悟なの、ね、夜中とか6回ぐらい鍵閉めてるか確認しに行くよ。俺ももう片目開けて寝てる。レオンみたいな。そうそう、レオンみたいに寝るようにしてる。お、勉強しろ、こんな TikTok 撮ってる暇あったら。見えない見えない。押されたい人生でしたっていう文章が気持ち悪いよな、うん、これがホームで後ろから押してやるよ。悪いな、こういう TikTok 自分で撮っちゃうやつって、うん、こいつ死んだ時とかさ、家が漏れてなかったら成仏できないんだろう。自爆炎とかなるんだろう。自爆炎になるかもね。なるなる。死ね、死ねーい、なれい、もういい、死ねーい、死ねー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 、もういい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 。確かにゴキブリだわ、これは、うん、二度と見ないわ、見るけど。